やはりそこかしこから事件の香りが。もう一度確認しますが、奥様、ご主人がまだご存命の頃にこのお屋敷は手放されたんですね。ええ、主人のたっての希望で。そしてそのまま買い手もつかず今に至ると。それなのに今になってこのお屋敷で旦那様の姿を見たという人が後を絶たない。どう考えます？未練の残った旦那様の魂がこのお屋敷をさまよっているのでしょうか。未練？そうなのかもしれません。あの人はこの屋敷の維持だけをずっと考えていました。まるでこの家が家族、いえもっと強い絆というか服従というのにも近い。それならなぜ手放そうと。あの、私聞きました。旦那様が身の危険を感じておられると。アヤナさん、旦那様はなぜ雇われ人であるあなたにそんな話を。そカット！なんだ今の音は。助監督ちゃんと人払いしたんだろうな。見てきます。ああ、それでは休憩に入ります。やれやれ、あやかし絡みじゃないといいけれど。いやー、楽しみだな。生明け星光太郎に会えるなんて、今年の運を全部使い果たしちゃうんじゃないだろうか。それを言うなら生名取秀一だろ、西村。また分かってないな。優れた俳優ってのはな、映画の撮影中は役になりきってるものなんだよ。だからきっと明け星光太郎って呼んでほしいはずさ。そうか、そんなもんか。どっちにしたって名前を呼ぶほどお話できるかどうかも分からないじゃない。そういうの虎ぬ狸の皮山陽っていうのよ。ちぇ、夢を壊すなよな笹田。ふふ西村の興奮ぶりが半端ないな。向こうで名取さんを見たら卒倒するんじゃないか。うん、そうだな。隣町に撮影に来るって聞いて、思い切って名取さんに頼んでみてよかったよ。ちょっと不安はあるけど。うん、不安ってなんだ。あ、いや、知ってる相手にはサービス精神旺盛なところがあるから。名取さん、うっかり口を滑らせて余計なことを口走らないといいなって。まったくだ。またあのキラキラ妖力を浴びるかと思うと鬱陶しくてかなわん。無理についてこないで留守番してくれててもよかったんだぞ。ロケ弁とかいうもので釣ったのはお前の方だろうが。話を聞いたからには食ってみなければ腹の虫が収まらんからな。相変わらずポンタは意地汚いな。なんだと。グルメといえグルメと。そのうち世界中のものを食べ尽くしたいとか言い出すんじゃないだろうな。